緊急事態宣言は解除されましたが、感染対策がおろそかになり再拡大が起こることを防ぐことが必要です。対策の緩和は段階的に行います。歓送迎会や謝恩会などは控えていただくようお願いします。花見は宴会なしで静かに楽しみましょう。飲食は換気やアクリル板などの感染対策が行われているお店を選びましょう。